こんばんは。やっほーん。やっほい。そうは、ありがとう。そう、昨日は。そう、イコのジョイ。ありがとうございました。こんばんはに、こんばんはに。このうちは2024終わっちゃったよ。早いね、本当に。あっという間だった。昨日お疲れ様でした。ありがとう。寂しいよ、寂しいよ。もう早かった、本当に。もうね、チャーをしばきながら見てます。チャーしばいてる。もう一回言ってくれば嬉しい。そうやって言ってくれるならよかった。この時代めちゃくちゃ楽しかった。本当にもうさ、昼夜もう盛りだくさんだったね。そう、ヤンキーアイビー支えすぎた。嬉しい。そう、ヤンキーになったりメイドさんになったりでね、ゴスロリになったり。そう、ヤンキーインテネーション、おかしい。ヤンキーいろいろありすぎて整理しきれてませんだよね。もう本当に盛りだくさんすぎたよね。どこから話せばいいか分からん。それな、どこから話そう。どこから話そうかな。早く対面で話した。あゆみのためのコニファーフォレストだった。嬉しい、コニファーフォレスト。今年もね、本当に本当にもう楽しかった。ハートしてくれた、好き、ハートした。そう、たくさんね、練り歩きも、練り歩き、なんかこう練り歩けて、いろんなね、客席に行けた。ねりねり。雨降らなくてよかったね。そう、本当になんかずっとその28日コニファーフォレストが雨降らないかなってずっと天気予報みたいな、天気っていうアプリでずっと見てて、なんか最初さ、すごいさ、 80% ぐらいじゃなかった、ちょっとこう2、3日前とかかな。だからは雨降るかなって思ってたんだけど、だんだんね、28日に近づくにつれ、そう、50% とか 40% ってこう下がってって、よかった。公園中に雨降らなくてよかった。そう、公園後は雨降ったの？楽しすぎたね。あいみんと初めましてで可愛すぎて泣いちゃいそうだった。マジで泣き泣き。ありがとう。入学のチラシ、あれね、
夢見るアイドルの時だよね。ちょっと一個一個話していくか一つ一つ。お天道様味方してくれるね、してくれてね。そう、公演後すぐ降ったの。えマジで大丈夫だった？みんな雨降らなかったけどなぜかびしょびしょでしたよ楽しくて。あいみに直筆当たってライブ前からテンション上がってた。嬉しい。そういうのがねやっぱ合ってたんだよね、いろいろ直筆あんたが憎い言わせていただきました。マジジョテッペンブルース、マジスカラくんの息が出るだけじゃん。ガンガンガン飛ばしていたって始まらねえ。その昼公演、昼公演のさ、まずさおばあちゃんの時に、なんかすごいゲームみたいにさなってたじゃん、モニターでさ。そう、スタートのゲーム画面、あれめちゃめちゃ可愛かったよね。ひとみさんとななかさんとレノンがさこう走ってくるみたいな。あのゲームいつ発売？それないつですかね。あのゲームやりたいよね実際。いや、ああいう何学園系のゲーム、ちょっと何恋愛系なのかな、学園系のあれいいよね。あのゲームあったら実際に行かない。じゃあスクールアイドルフェスティバル過ぎた、確かにザそれ。あのゲームむずい、思った、めちゃめちゃむずいんだよね。いやほんと昼夜ガラッとね、瀬戸井がもうほんと変わって楽しかったよね。メリケン作メリケンサックやばい。わパンありがとう、ありがとう、かわちゃんありがとう、ありがとう、くまちゃん最高でした。サインボールもありがとうあれさ、あれサインボールさ客席までさ届かなかったんだよね。昼公演の体育館ディスコの2サビ前にバドミントンを持ってて、それにボールをね、サインボールをファンと投げたんだけど届かなかったんだけどさ、キャッチしてたね、拾いに行った。てかめっちゃ前だったよね、最前、ファン最前にいてスタッフさんがくれたすごっ、スタッフさん優しい。めちゃめちゃ前だったよね。なんかめっちゃ楽しそうにしてくれててよかった。スタッフさんがくれた、やばいねスタッフさんがはいって渡してくれたのかな。くまぽありがとう、楽しんでいただけたかな、このエンジョイ。ちゃんとあゆみ推しに届いてよかった。それな、あゆみ推しですって言ってくれた、なんでもらえたんだろう。お菓子ありがとう、お菓子ありがとう、くまちゃん。
ありそう。りょう、あげ。あげあげ。わ、セッキーありがとう、パフェタワーありがとう、パフェタワーありがとう、嬉しい。パフェパフェパフェ食べたい、パフェ食べたい、パフェ食べたみ、ありがとう。接近ハートしてくれてありがとう。あ、ハートした、よかった、分かってくれて。結構さね、ちょっとだけ遠いとさ、ちゃんと伝わってるかなと思ったけど届いててよかった。ハート、にに み, みありがとう、くまちゃんありがとう、くまくまっち、ビブスでね、なるほどね、よかったね、ビブス着てて。ゲームマンお疲れ、ありがとう、お疲れ。悲しい、やっぱ始まるとさすぐね終わっちゃうよね、本当に。あとカチューシャあのカチューシャ可愛かった、めちゃめちゃ可愛かった。セッキーコメントした、コメントしてる、いた。あゆみんにメリケンサック、メリケンサック星になりすぎてるやばい、飛ばされたい。メリケンサックも初めてね知った、あの撮影でぶっ飛ばされたい、あ、ぶっ飛ばされたい、ぶっ飛ばされてるのかって言ってたからか。メリケンサック、メリケンサックっていうのね、あれあれあれの撮影はね、瀬戸利を見よ、あれはマジ上てっぺんブルースの前にね、あのモニターで映像でなんかこうメンバーとね仲を深めようとしてるんだけど、アンナさんが深めようとしてるんだけどうまくいかず二択の選択でね、こうそう、あのメンバーとね仲を深めようとするんだけど、アンタロウ、アンタロウだよね、そう、どれもねちょっと良くない方向に行っちゃうんだよね。そのなんていう、そのね動画に出させていただいたんだけど、そう、あんたろ、あんたろ、メリケンサックをプレゼントされて、えいみは、市原さんは激おこ、なんだこれって言って、ぶっ飛ばされてえのかって言って、そう言った。あのシーンは結構まあねあの撮影の日はね結構ね何回もね撮り直したよ。もっともっと怒っていいよってこうスタッフさんに言われて、いやだったらどうなってたのね、なんかそういうやっぱこっちだったらどうなってたんだろうっていう、そのこっちもさ考えさせられる、なんかこう参加型の演出めちゃめちゃ楽しいよね。ななこありがとう、くまちゃん、ありがとう、レイユピありがとう、くま
ちゃん、ありがとう。あみさん、昨日超可愛かった天才ラブ、嬉しい。今日はなんか今日は前髪薄いんだよね。なんか薄くなっちゃった、なんだろう。ね、あの魔事情てっぺんブルースからのあそこのブロックが本当に本当にヤンキーのね集まりだったよね。毎日一番かわいい、やったね、嬉しい。マジスカ見てた見てた。なんかいつもさ、キュルキュルのアイドルがこうヤンキーになるっていうのはめちゃめちゃ面白いね。レナの迫力すごかった。そう、なんか車にあのマイカさんとナナカさんとレノンが乗ってくるあそこのシーンがめちゃめちゃかっこよすぎて、オープン感ね。あそこ確かに結構尺長かったよね。笑わないのすごいと思った。確かに笑ちょっと笑いそうになっちゃいそうだよね。あそこイケ散らかしてた。山中龍太郎ありがとう、こんちゃんありがとう。レノンね、めっちゃね、なんかかっこいいし可愛かった。なんか三女って感じがした。演出面白いね、すごい面白い。ね、三女感あったよね、あの時可愛かった。で、マジスカが始まってっていう流れがね、いや誰もね、予想できなかったと思う。マジスカ、マジ女てっぺんブルースやるってね、誰も想像してなかったよね。してなかった。階段登らせてもらおうか。かっこよすぎたよね。なんか髪型もさ、レノンのなんかここさ編み込みがめちゃめちゃ似合ってる。そう、あのセリフがね、一人一人セリフもね、緊張した。めちゃくちゃ叫んだいや楽しいよね、ヤンキーコーナー楽しすぎ。マジ女ハーフツインの子誰ですかってコメント SNS にパッと、嬉しい。あんたが憎い。パンありがとう、星さん、キラ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 、たくさんありがとう、キラキラ。そう、あんたが憎いは感想に行く前だからね、結構ね緊張するよ。緊張した。あんたが憎いの言い方大丈夫だったかな。ほんまの笑み初めて見れた、わあ嬉しい。どうだった、初めて本物どうでしたか。リグルスありがとう、くまちゃんありがとう、ペンライトもありがとうね。そうそう、イラついでね、
そう、放水銃をねしたんだけど、なんか去年の放水銃となんか違って、そうなんか結構スケスケの透明系の放水銃だった。一折り派でねシーってやってたんだけど、本番やるとなんかテンパっちゃって、水をね止めようとしたのにね、またねさらにさ水圧強くしちゃって、未然して少なめになってたよね。まあちょっとね、まあ時期も時期寒い、ちょっと寒かったからね、夜とか特に先生付近だったからほぼ直浴びだった。だよね、結構かけたよ。あゆみの放水銃めちゃめちゃ水かかったよって方いるかな、いる？いらないこんなツインテール殴ったってくてるんだ。ポンチョ装備しててもあれはやばい、確かに結構びしょびしょになった。大丈夫かな、風邪ひいてないかな、みんな。からのイラついからのライオン、超孤独ライオン、全然大丈夫、よかった、ライオンですよ。ライオンどうだったかな。ライオン、そう、そう、三グループ全員でライオンっていうね。ライオン最初のさ煽りやばかったよね。めちゃめちゃかっこよすぎた、本当に。わ、ヤス、ありがとう、くまちゃんタワー、ありがとう、くまちゃんタワー、 Thank you、 ありがとうね、ヤス、ありがとう。出遅れた、でもさっき始めたばっかだから、さっき始めたばっか、全然出遅れてないよ、大丈夫、本当にありがとうだわ、ありがとう。姉さん方に似合う順位が一番に決まってんだろう、かっこいいよね。レの治りやばかったね。そう、みんなねセリフ気合い入ってたよね。昼公演目の前に来て嬉しかったよね、めちゃ目合ったよね、嬉しい。イコノイジュ楽しかったかな、限界突破ライオン。いやー、ユーライオンできるのもやっぱもうイコノイジュしかないからね、3グループ合同でめっちゃ楽しかったね。もうライオンやばかったよね。紅茶でもありがとう、虹さん、キラ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 。しかもなんか方言のセリフ、いろんなバージョンがあってね、めちゃめちゃかっこよすぎた。邪魔っちゃけどよかった、嬉しい、邪魔っちゃけどまたね今年もねコニファーで邪魔っちゃけど言えて嬉しかった。しかもその衣装が、あのマジ女てっぺんブルースからの衣装がねすごく可愛くて、
あのヤンキーのね衣装なんだけど、あまださ上げてないよね、オフショット早く上げたいんだよね。そろそろ上げます、オフショット。夜寝ないようはなかったね、残念。先輩これ好き煽るやつね、ライオン終わりのセリフね。おっしょ、もう2万年待ってる早くあげるから待っててね。セーラー服のラッキーバージョンよかった。それな、なんかねいろいろね落書き、ね、書いてあって、すごい英語だ。なんかジャラジャラネックレスとかブレスレットとかイヤリング、イヤリングさ途中で取れたんだよな、どこで落としたんだろう。なんかどっかでね落ちてた片方。まあ激しい曲のブロックだから落ちるか。一番先輩は煽らなさそうな意味。そうだね、そんな煽らないね、全然煽らないんだけど煽りました。こんばんは。ヤンキー姿の自己評価、え、でも好き、めっちゃヤンキー好き、ヤンキー好きというかこういう衣装とか曲とかかっこいいのめちゃめちゃ好き。ピッチピチのニア充って言ってるけどさ、最年長組だからさ最年長組が何言ってんだって感じだよね。高速チェーンのうちは作ったけど使うの恥ずかしくなった恥ずかしがらないで。そうピチピチとか言ってんのに足上がってないのよ、足上げのやつ。初めてみちおを見て、初恋シンデレラもライブで初めて聞いたからめちゃめちゃ可愛くて虜になりました。嬉しい、初恋シンデレラいい曲だよね。昼も夜も披露させていただいて、最近節約してる、めっちゃ節約してる、ずっと節約してる。もうねなるべくお金使わないようにしてるよ。けどお金はたまらないね。青春足りてないって言われてた。そう確かにニアジョイ青春感足りてないか てかちゃ先輩ここからはピチピチに若いニアジョイに任せて、先輩はちゃでもしばきながら、ちゃ最初ね、茶しばくって何と思って、え結局なんだっけ、お茶でもしながらって意味だっけ、方言茶でもしばいて、茶しばくって何と思って、関西弁なんだ昼の味やばくなかった本当にもうね楽しすぎました。山中で言ったらありがとう、おじしか勝たん、ありがとう。サナツンさんがそう噛んじゃったやつめっちゃ面白かった。関西でもあんまり若い人言わない、使わないんだ、そんな効果言わないね、やっぱ俺あゆみだいろんな高校に行った結果やっぱ意味戻ってきた。あゆみんしかっ
タン、シカタン、シカの子、ロコのココシタンタン、じゃあなかなか煽ってるよねあそこのセリフ。チャーシバク、チャーシバきながらかっこいいね、チャーシバきながら、昼夜で設立全然違うの覚えるの大変そう。そうだね、結構なんかまあ頭はねめちゃめちゃ使うかも。このイジョイはそう思うね、脳のキャパをね増やしたいってずっとね思ってたし、ショールームでもねずっと言ってたよね、脳の容量増やせないかなって本当に。回りすぎてあゆみちゃんって思ったもん、星になってる、なんだろう、話すことたくさんでまだヤンキーパートっていうね、それなヤンキー、夜全然下手に来ないから一生探してた、確かに夜確かに上手多めだったかも。いや本当たくさんの方がね来てくださって、本当にもうあの景色は一生忘れない。言ってた理由が分かった、脳の容量を増やしたいって言ってる意味が分かったか。萌子さんがあゆみをサポートしてたの尊かった。そうなんかちょっとねあの不安なね曲の時にすごいね萌子さんがすごい近くて、そうすごくねサポートしてくださいました、優すぎる。立ち位置もそうなんかめちゃめちゃ不安で不安だったんだけど、そう迷子にはねでもねなってないかな。そうしかもなんかアンコールでなんか結構昼夜トロッコに乗ったんだけど、そのトロッコが萌子さんとペアというかセットで昼も夜もそうめちゃめちゃ導いてくださって、お手手もねこうやって手つないでこっちだよって萌子さんが導いてくださってキュンってしましたやばいよね会社の人と飲んでるから全然聞こえない、おいおい飲んでるんかい楽しんでね、でも感謝の人とねそういう付き合い大事だもんね。トロッコ楽しかった、トロッコたくさん乗れた、しかもさ遠目だとサイアント似すぎて、嘘、写真撮ろうとしたらサイアンさんだったこと何回もあった。確かにサイアンさんと髪型がね、サイアンさん巻いてたけどハーフツイン、耳もハーフツインしてたから、まあ、遠いよね、結構遠いとさ見失うよね。あれヒルヒル髪手だったからシーシーバクレスもらってた、遠くてもこっち見てれば全部俺のレスだと思ってる人、いやレスあげたよ、いっぱいレスあげたんだけどね、こう結構ねこっち見てない方いたりしたよね。綺麗だもんね、分かった、シキピ、アイミンのハーフツインは見逃さずずっと追ってた、
そう、ハーフツインしたんだよね。ハーフツインよ。ハーフツイン。ね、本当に本当にそう。そう、昼公演。昼公演は魔事情てっぺんブルースが印象的かな。なんかさ、絶対アイドルやめないで、昼公演の絶対アイドルやめないでもこう3グループで踊らせていただいたんだけど、なんかそれが TikTok 流れてきて、おすすめにね、イコラブさんってこんなにいるんですねみたいな言ってる方がいて、コメントで。めちゃめちゃ多いやんと思って、それなら先輩会ってて怖かった。うん、なんかほんとすいませんって思いながら煽った。すいません、全然あゆみさんピチピチじゃないのにさ、すいませんって思いながら増えたね。見た見た、めっちゃ面白かった、それ。確かに大勢だからね。そう、そうなのよ。ね、初恋カムバック、そう、ゆる公演は初恋カムバックと、ユニットでデート前夜リクイエムカバーさせていただきました。あとオープニングのブロックのウィークエンドシトロンもニヤジーカバーさせていただきました。そう、夜は結構シャッフルな感じだったよね。昼はヤンキー、ヤンキー公演、夜はシャッフル公演って感じだね。そう、シャッフルが本当にね、めちゃめちゃ楽しかったよね。早くアーカイブ、いつからだっけアーカイブ見れるの。チャーでも芝居てて上がった。なんかチャーでも芝きながらって言ったらね、なんか歓声が聞こえてきた、わーみたいな、おーと思って。嬉しいね、あえて声出してくれると。10月5日、え、まだまだやん、まだまだだね。でもすぐか、もうすぐか、あと1週間もないのか。5日から7日まで、あら、2日間ぐらい。もう宮城学園のチラシあゆみんからもらえてめっちゃ嬉しかった。そう、昼公演のね、夢見るアイドルで、そう、チラシをね配った、客席に行って。誰に配ろうかなって、あれめっちゃ迷うね。なんか本捨てで「私たち光り合い愛を伝えてる」まで本捨てに行って、その後客席に降りたから、そう、そう、降りたから、ちょっとね、ここまでにシステムに到着しないとっていうのがあって、そう、あんまりね配れなかったんだけど、2枚ぐらいかな配ったの。もうみんなは夢見るアイドル
イントロぐらいでもう降りてたんだよね、客席に。あのレノン、レノン？時間短かったんだ。そう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 。ね、いろいろね、もっと奥の方もね、配りに行きたかったんだけど。楽しいよね、ビラ配り。私たち彼がいい、あ、レノンが書いたんだ。え、すごっ。え、めっちゃうまくなかった？すごっ。え、全部？すごすぎる。え、うまっ。え、マジですごすぎる。昨日よかったよ、ありがとう。いつ書いたんだろう。すごいね。多彩、レノン多彩。周り歩みをしよくて嬉しい気持ちを持ちながら敵対心も燃やして、さすがに歴戦の強敵とも感じた。なんか壮大だね、すごい。アンリありがとう、虹さん、キラキラー、ありがとう虹。わっ、セッキー、ありがとう、ありがとう、クマちゃんタワー、ありがとう、嬉しい、本当にマジでありがとう、感謝。2本目高まえたのでありがたわ、もう本当こちらもありがたわ。楽しんでくれたならよかった。この以上終わっちゃったのがね、本当寂しいね。本当にありがとうね、いい写真撮れたかな。なんか結構さ、亀子さん遠くにいたよね、ステージから。始まったら一瞬、そうなのよ、ほんとお祭りって感じ。そう、ほんとお祭り、フェス、フェスだった。わっしょい、あっしょい。とね、いい感じの写真何枚かあげたんで、ぜひ見て。見たよ、ありがとうね、ちゃんと。たくさんね、修正もしてくれてありがとう。にニミン、あれ、虹さん、キラキラ、ありがとう虹、ありがとう。あー、意味愛されてんだなと、彼氏の気持ちで高みの見物。彼氏面ね、またしてるよ、彼氏面。なんかさ、昼公演がねめちゃめちゃ眩しくて、そんなめっちゃカンカン照りって感じの天気ではなかったんだけど、なんか微妙に曇ってて、なんか眩しくてね、亀子さんの写真見たらね、こうしてんだよね、目がね開いてない。マジ秒で終わっちゃった。レクイエム良すぎて、そう、デイズ前夜、レクイエム、ミリニャさんとモモカと私でカバーさせていただきました。もうめちゃめちゃ衣装も可愛くて、曲もね可愛いんだけど、ロックですごい歌えて嬉しかったな。夜が来て、ロマンチスパンダ、一番可愛くなる、エブ、オ
千夜の上くいへんの。てかさ、すっごい緊張しててさ、すいません歌詞間違えました。ラッサビ間違えました。鈴木ひとみさんの墓地をさせていただきました。そう、君に歌ったレクイエムって言っちゃったんだけど、実際はデート専用のレクイエムだね。本当にすいません間違えちゃった。もう緊張してさ、なんか本当にね、もう緊張するとね、歌詞もさ、そう歌詞出てるからさ、でもこっちから歌詞見えないのよ、やばいよね本当に。歌詞暗記頑張るぜこれから今後頑張るぜ。でも本当皆さんすごいね、歌詞どこにも出てないのに全部を覚えて頑張るぜそう、間違えても堂々と歌えばバレない。まず間違ってることに気づいてなくて普通に堂々と歌ったかな。間違えててもよくわかんなくて気づかなかったそうだよね、そう。なんてそってレディーゴー、表情見ててぼーっとしてた確かに結構アップでデート前夜はモニターに映ってたよね。ゴス、塩分オフレディーゴーだからむくまないようにあれだよね、塩分を取らないってことだよね。かわいい、すごい歌詞だ。塩分取ってやっぱむくんじゃうじゃん。そうだからなんか塩抜きって言って、なんか何日か前からかこう塩分を全く取らない食生活を送ってる子もメンバーでいてね、すごいプロだよね。塩抜き、塩抜きむずくないと思って、もう全部にさ塩入ってるよね、お塩。無音で見てるんですけど、クイムの話ですかこれ。絶対無音で見てない、ちゃんと音出してるでしょ。コメントでわかるか。塩辛好き、そう本当にさ塩系好き、甘いのよりどっちかというと塩系が好き。毎日きゅうりの浅漬け食べてた、塩分過剰摂取。あゆみも昨日きゅうり食べたな、お漬物みたいな、きゅうりの浅漬けめっちゃ美味しい、信じてあげてくださいかわいそうだよね、信じる。体に悪いのって美味しいんだよね。体に悪いの、例えば何なんだろう、悪いのって食うとハンバーグ、ラーメン、そう、あゆみって自分のこと言っちゃう、もうそろそろやめろって話だよね。
塩抜きしたら変わるのかな。やめないで。じゃあやめない。フライドポテト美味しいよね。なんかさ、食べ物、イコノイジョイとのコラボの食べ物食べた？なんかポテトとかあったよね。早いよね。早もう。みんながやめないでって言ったからやめません。ポテトたこ焼き食べた。今ポテトとたこ焼き食べて、めっちゃ美味しかった。なんかポテトはチーズとなんか赤い何かがなんかかかっててめちゃめちゃ美味しかったし、あとたこ焼きはなんかキムチで初めてキムチたこ焼き食べた。緑の何かとキムチ、その緑の何かあれだよね、アボガド。わかるよ、アボガドぐらいわかりますよ。あれアボカドだったのか、知らなかったんかい。そうだよ、美味しかった分からないで食べてた。なんか 何なのか分からず食べるのちょっと怖いけどね。辛いたこ焼き美味しいよね。辛いたこ焼き初めて食べたの。美味しい。ジョイポテ美味しかった。本当に美味しすぎて、美味しすぎた。昼公演長めだったね。ちょっと長めだった？全然体感もう一瞬だった。本当にすぐ終わった。お菓子めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、ありがとう、嬉しい。コラボのやつ食べたかったけど時間なさすぎた。まあそうだよね、時間ないよね。結構すぐ昼公演も12時半とかからだっけ始まったの。3時間以上昼公演あったのか。焙煎と絡んだ結構お話、合間とかリハの合間とかにお話しさせていただいて、なんか自分から話しに行けなくて、なんかすごいね緊張しちゃうんだよね、話行くの。だから話しかけてくださったら話すって感じのそう、あいみん一生す、本当に一生だよ、ずっとずっとずっとよろしくね。じゃあずっと何十年も何百年もよろしくね。受け身スタイル、そう受け身なんだよねいつも。あなたギャップやばすぎませんか。本当？ギャップある？誰かと仲良くなった。なんかあれ、もともとね、夏目さんとなんか好きなホラー映画のジャンル、なんか映画のジャンルがなんか結構ね似てて、奇妙な映画とかが好きだから、またそう見たい映画があってそれを見に行こうねってお話をした。飲み会で
サプライズ誕生日お祝いしてもらいました。1ヶ月遅れおめでとう。改めて嬉しいね、サプライズ誕生日。そう、ホラー好き。ホラー、うん、ホラー、なんていうジャンルなんだろう。すごい奇妙な映画が好きだね。大空ビュントはしなかったね。大空ビュントを飛んでこれで、ね、アイミンもハッピー探検隊。そうなのよ、そう、夏寝隊長。くまぷありがとう、虹さん、キラキラ。また散らされて次の時爆発しまうよ。バーン、大空ビュンと。確かに最近やってないよね。最近やってない曲ってなんだろう。イグザルトとか無謀人とかきっと青い。ほら、で思い出した、戦慄迷宮怖すぎて今日行かなかった。え、途中まで行ったの。そう、チームハッピーだよ。みうんぼ、ありがとう、くまちゃん、ピュー、ありがとう。うんぼうぼぼぼぼ。ツアー楽しみ。本当にそう、ツアーがねもうすぐあるからね。超孤独なんで邪魔っちゃけど言ってる人には見えません。改めて昨日のイコの上で思いました。嬉しい、邪魔っちゃけど。確かにニアリーコールジュームやってない。名前めっちゃ呼んでくれてありがとうだよ、笑。こっちこそありがとう。戦慄迷宮は怖いよ、めちゃくちゃ。ホラー、そう、ホラーだよね。戦慄迷宮はあれ最後までいけてないからね、結局。 YouTube の戦慄迷宮、のいみさんだったけど、あいみん可愛すぎてニアジュもハマりそう。ハマっちゃう、おいでおいで、ニアジュイン、ニアジュイン沼。ハマっちゃけど、ハマっちゃけど。ニャジュイユ、あいみるから彼氏面なんだよ。そう、本当にあいみお化け屋敷は無理だと思う。ホラー好きだけど、自分が実際そのさ、ホラーの体験するのは違うんだよね。また行こうよ、行きたいね。超孤独なのセリフ本当に好きで、初めて生で聞いて鳥肌だった。邪魔っちゃけど。嬉しい、本当に。超孤独ライオンね、ああやってライブで盛り上がる曲になると思わなかったな。さすがに私は公認ペットですよね。まだ認めてないよ。みつきとならいける、みつきとならいけるかも。みーちゃんハッピーバースデー。ほんと、あのコニファー、イコロジョイの前日がね誕生日。すごいね、みっちゃん。みーちゃんウィークエンドストロンの全体出た、可愛かったね。非公認ペット、もっと努力します。あとちょっとだよ。あえてね、カチューシャもつけてくれたのにね。でもあとちょっとで認める。ペットってやばいね。
ペットド M すぎる。首はつけてないから。あ、首輪ね、確かにペットは首輪が必要だね。ヒトロンのラップ像めちゃめちゃ難しかったです。いや本当にね、本番はいけたかな。アミンが叩いてザッとワープして T 字とふのり抱きついてへっぺん。すごい好きな曲だから。先輩たち写真撮った、撮ったん撮った。いろいろ載せたい写真がありすぎて大渋滞。どうしましょう、いろいろありすぎるね。撮りね、写真をいろいろ載せたいから。かなり後ろの席だったけどたくさん会いに来てくれて嬉しかったよ。見返してきて嬉しい。そう、いろんなね、本ステしか見てしもて。迷わなくていいよ、全部で。じゃあ全部載せる。もうほんとね、半目とかある。22周年コンブルーレイ買います。そう、決定したよね、2周年コンサートのブルーレイ決定。嬉しい。2周年じゃなくして早く出てほしい。出るかな、あれめっちゃ可愛いよね。インスタもツイッターも楽しみにしてる。そう、載せたい、どっちにも。ルン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 。アミンガット抱いてダダットワープしてチージフノリで抱きついてへっぺん。マロ生きがい、ありがとう生きがい。あんたが憎い。なんかお腹空いてきちゃった。あー、やっぱ好きになりている、ずっと思い続けるね。ありがとうありがとうね。なぜ好きって思った？今日めっちゃ食べな。そうね、いっぱい、なんか差し入れとかもいっぱい持って帰った。もう差し入れいっぱいなの、ほんと。そう、差し入れいっぱいあって、キーちゃん寂しがってたね。そう、キーちゃんなんかめちゃめちゃ寂しがってた。そう、フルーツもう大盛り、山盛りフルーツがいっぱいあったり、いろんなお菓子だったりね、いっぱいいっぱい食べた。うんぼ、俺の嫁ありがとう。嫁、そんな簡単になりませんよ、嫁は。こうしたのか、俺以外です嫁って立場めちゃめちゃ大変じゃないって思う。なんかこう、彼女
とかよりもさ、嫁さんって大変だよね。嫁？奥さん？いろいろなんか呼び方あるね。トラコでハート一緒に作れて幸せだって、ありがとう。ハート作れた。結構こうやってハートしてってしてくれた方いっぱいいたから。ハート。主婦。主婦とも言うね。うん、今日もちゃんと人生の話になっていくの。さすがに今日はね、行かない順の余韻でね、行きたいですね。うちのカノピッピ怒ってる。カノピッピかわいい。カノピッピあんま言わんよね、カノピッピって。彼女、一生彼女、かわいい。いたかも、怪しい、遠いとこにいたけど。騒いで楽しかった、よかったね。ほんと客席も広いしね。でも一人一人みんな見えてたよ。ほんとにありがとう。あいみはタレント長くできるタイプなんで何を見てそう思った。ちなみに中国語で嫁の漢字の書き方は老婆？マジで？老婆なの？マジか。おばあちゃんにされちゃうの？やっぱ、やっぱ結婚なんてしたらさ、そうやって嫁って、まあまあまあ悲しいね。すごいカムバック見ちゃうことです、嬉しい。すごいダンスがね、結構こまごましてて難しくて、すごいカムバック、めっちゃメンバーでみんなでね練習したの。年取っても一緒にいるってことだね、素敵。サヤラさんかなんか聞いたりした。そう、なんかあの振りのここはこうとか、すごい細かいことをチャーチャチャしちゃって、ここでね片方ハート作って、ここ人差し指イントロチャン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 回って、チャーチャ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 。ここさ、あのイントロとアウトロ煽ってたから踊ってないんだけど、イントロの振りすごい可愛い。ちゃん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 くるん、ちゃ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 。そう、すごいカムバックね、ガチ恋工場アウトロでね癒やさせていただいて、みんなもねめちゃめちゃ愛してるって言ってくれて、いいね。ガチ恋工場久々にした。なんかちょっと前にはね、あの探せダイヤモンドリーグカバーさせていただいた時に感想で言いたいことがって言ってたけど、そう、ノイミーさんがディスコをカバーしてくださって体育館ディスコね、ね、かっこよかった。めっちゃなんか不思議な気持ちだよね、体育館ディスコ。すごいなんかダンスが難しいって言ってた。めちゃめちゃむずいんだよね。
そう、さややんさんカバーしてくださって本当に嬉しい。さやさん本当にマジでもう可愛すぎてやばい。あの会うたびびっくりする、マジでもうなんか本当にね同じ人間ではないね、可愛すぎる。マツパン見してない、マツパンしてない、自力でこれはあげましたよ。上がってる？まつげ。マツパイ見つかするときあるのかな。マツパね。マツパ。しちゃったら、え、ビューラーはできないのかな。昨日で皆さんがグループ禁煙落として理由が分かってしまったね。本当にみんなみんなね、キラキラしてる。アイズルってすごいね。じいちゃんもカムバック歌ってくれて嬉しかったって、さっきサヤンさんが配信出てたら嬉しい。もううまくできてたか不安だけど、カバーさせていただいてとてもね幸せでした。アイズル大好き。アイドルいいよね。アイドル、アイドルいっぱいねいるよね。アイドル多すぎるけどさ、みんなキラキラしてるよね。ビューラーするとまつげ散る。マジか。マツパね。キラめっちゃ可愛かった。おしめにしていい？してん。もちろん。このジョイ楽しすぎて余韻ひたひたです。本当にそう。余韻ひたひたです。本当に。楽しすぎた。30人以上いたっぽいけどぽい、やばい。あーたしか見えなかった。本当に？ほんまか？いやー本当に本当に、いこのジョイ1日だけじゃもったいない。あー本当にもったいない。去年はね、あの夜公演を2日間でだけど、どうもありがとう、くまちゃんありがとう。ねえ本当にみんな皆さん可愛すぎて、眼福っていうの、目が幸せ、眼福眼福。本当にあゆみさんが一番輝いてたよ。嬉しい嬉しいね。眼福か、眼福眼福眼福ぷ眼福眼福だね。目が幸せ。眼福。
感服感服喜びに満ちたいい表情してる面白い。もしこれがもしこれが恋というのなら、あんたを許してあげて。メリケンサックで許します。新しい言葉を覚えて喜んでる。あゆみ、そうショールームでいろいろ学ばさせていただいてる。あゆみ大好きでごめん。なんで謝るの？謝らないで。嬉しいよ、めっちゃ。大好きって言葉かわいいよね。あ、ラジオで出てきた地酒ね。地酒覚えてるよ、地酒ね。あれも初めて知った言葉をね。あゆみは知らなさすぎるのね。だからみんないろいろ教えてね。まいちゃんありがとう。くまちゃんピュありがとう。命で本当に惚れちゃいました。嬉しい。じゃあずっとずっと一緒だね。一緒一緒にいてね、もうバグっちゃうよ、ララララララ。こういう歌あるよね。一緒に難しい言葉覚えてこう。優しい覚えてこうね。 TikToker 今んとこ知ってる一番難しい言葉、一番難しい言葉は、顔面蒼白とか。顔面蒼白。オッケー。顔面蒼白っていう四文字熟語を聞いて、そうなんか。ちょっとね覚えてるんだよ。なぜか顔面蒼白だけは頭から離れなかった先生あたりであゆみのうちはもっとあゆみ見てた、指差ししてくれて大好きになりました。ありがとう。もううちわとかねたくさんねみんな持ってくれていっぱいねレスしたよ。一生一緒、一生一緒だよ。あゆみちゃんどうしたの？顔面蒼白。ひょいー。真っ青になるってことだよね。顔がもうなんかこうやばいことをしてしまって、パッて。赤滝やばいやばい。赤滝は本当に死んでた。あゆみ本当にねやばかったね。体力なさすぎて本当にもう体力欲しいな。本当に ジムね。そう本当ジム行かないとね。ジム行ったら体力つく？体力お化けじゃないよ。体力ねほんと一番ないかも。限界までやれば多分、限界までやったらその積み重ねでふとした時に体力がついてるって分かるのかな。そうアイドルって結構体力勝負なんだよね。
体力やっぱ走らな、走らないといけないのか。ジムでランニング、石の上にも星光る、なんだったっけそれ。筋肉の YouTube チャンネルのヒートトレーニングってやつやってみ、あ、いいであれ。え、そうなんだ、ヒートトレーニング、何それ。ヒートトレーニングって何。ヒートトレーニング、石の上にも星光る、なんかそういう感じしない？めっちゃ語呂良くない？それでしょ絶対。短時間でめちゃくちゃ疲れさせるやつ、効率重視なねトレーニングなんだ。水泳み昔やってたよ一瞬、 50m ギリ泳げてた。誰もね成功してくれない。意味は石の上にも星光る。こうどんなに辛いことがあってもいつかは、どんなに辛い人生でもいつか光が見えてくるよみたいな。石の上にも3年、あ、忘れてるわ、もう忘れてる。3年、石の上にも3年か、何だったっけ意味。水泳なんだっけ、もう今は多分水泳できないけど、これなんだっけ、クロール、クロールでやってた。ずっと息継ぎしてるやつ。有酸素の中でもヒートは短時間で激しい運動だから筋肉量をそこまで落とさず、体力とか体脂肪かな落とせる。めちゃ詳しいじゃん。リングルスクマちゃんありがとう。そのクマちゃんかわいいよね。石が光ってたら隕石。確かに。プロテイン飲んでない。まいちゃん、おしいしか勝たん、おしいしか勝たん、ありがとう。高重量でしかしてないから勉強になる。高重量、何それ。プロテイン飲んでないんだよね本当。ラピュタ。プロテインなんか味が合わなかった。筋肉つくような食事しよう。でもさ、アイドルが筋肉ムキムキになったら嫌じゃない？どう？なん
かね、あの不思議な味がした。でも美味しいやつもあるのかな、それの味によるよね。マッチョ、姿勢が良くなる、大事。あ、筋肉ね。ベリー系、チョコミント味をね前食べてプロテイン飲んで、なんかあんまり合わなかったんだよね。なんかこう歯磨き粉って感じがした。そう、ベリーが美味しいんだね。癖あるやつ試してる。これ癖あるやつなんだ。チョコミントダメなんだ。チョコ系重い。なるほどね。ココア味とかチョコとか。ココアか。ココアでは、ココア系頼んでみようかな。プロテインってなんだっけ、そもそもプロテインって何なんだっけ。朝ごはんの代わりみたいなやつ、タンパク質か。タンパク質ね。プロテイン、タンパク質。普通のご飯だとタンパク質なんだっけ。卵とかだっけ、タンパク質。鶏肉。あー、じゃあ鶏肉いけば取れるんだ。魚。なるほどね。理解理解。あつかありがとう、くまちゃん。かわいいくまちゃんだね。トリキいいね、行きたいね。あゆみさん、あのあいちゃんがさ、あの教えてくれた、あの北海道のあの明太子ソースポテサラ、あれが好きすぎて、あのために行ってるから、ほんとあのために行ってるよ。だもん、そう、完全にハマってんのよ。海と里の、そう、海と大地の。昨日ありがとう、ちゃんとあゆみちゃんしか見てなかったよ伸ばしすぎありがとうね、ほんとかな。もう恋じゃん、やめてよもう恋してるわ、ポテサラにあれから言ってるよ、もう何回も言って、結構5回ぐらい言ってるよね。めちゃめちゃ言ってる。トリッキー、この間食べて美味しかった、あれめっちゃ好き。そうで、半熟卵も美味しいんだよね。だいぶリピーター。あゆみハマったらもうずっと行くから、一途だからね。ハマったらもうずっとそれ。前聞いた時から回数増えてる、結構言ってるよ。トリキに嫉妬した。キラ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 、トリキが憎い。一途なの一緒じゃん、受ける、受けない。お酒飲まないね全然。なんかお酒飲むと顔がむくぶ、飲んだ瞬間からもうなんかすごいね、顔が膨れていく気がして、そっからなんか飲まなくていいかなってなってますね。ちゃんじゃん、ちゃんじゃん、ちゃんじゃ、ちゃんじゃ美味しかった。ちゃんじゃ、ちゃんじゃ、ちゃんじゃだ、なんだっけ、トリキが憎いあんたが憎いのトリキバージョンやんけ。昨日初めてニュージューちゃん見て好きになりました、嬉しい。
どの子が好きなの？お酒に逃げたくなる時ないの？ないね。お酒に逃げて顔がむくんだら嫌じゃん。どの子が好きなのね。いや、圧というか宮城全員をね好きなのかな。でもやっぱこう誰かしらこの子って子が推しメンがいるんじゃないかな。あゆみ見たことあるなと思って、だから昔から見てたの。え、ありがとう。あゆみ、あゆみかな。嬉しい。先輩に喧嘩売った子好きですね。喧嘩売った子ね、君に決めた。嬉しい。やっぱそうやってね言っていただけると嬉しいよね。みちゃらみちゃんがおすすめです。ナイス。俺お酒飲まなくても顔むくんでて悲しい。え、全然むくんでなくない？全然だよ。いや、トリキさんね、みんなも行って食べて。あとせせりが美味しすぎる。せせりと明太半熟ポテサラでいける。もうそれでいける。あゆみは違う。本当に好き。あ、びっくりした。ポテサラとせせりに。というわけで、その打ち上げね、ないね。打ち上げは せせり今度食べよう。せせり美味しいよ。コリコリしてて美味しい。明日が PR。 違うから、違うから本当に違うよ。マジで分かったよ。好きな人が言うなら行くよ。行ってね。美味しいよ。みんなも推しのメニューをね見つけてきてね。セセリアンチ？トリキのご飯セット漬物忘れられがちだから気をつけて。忘れられちゃうんだ、お漬物ね。めっちゃ近くに来てくれてよかった。嬉しい、会えたね。いっぱいね、この勢いでね近くで会えたりするの嬉しいよね。あゆみさん居酒屋行きたい。居酒屋ね、もう取引しか勝たんよ本当に。あゆみって魅力的だよね。どこが魅力的？あんま言われん、それ。全く魅力的か。魅力的ね。本当に実在するんだと思う。全然実在しまくってますよ。俺は言ってるけどね、魅力的。嬉しい、魅力的。きらめきないよ、全然光ってないよ。輝きたいな。いっぱいラメつけて輝くしかないね。嬉しいね、そうやってみんなが褒めてくれると照れちゃうね。ピーマンにが詰めも美味しいよね。ラメか、ラーメンって聞こえて焦った。ラーメンつけまくる。やばい、麺をいっぱいつけてんのやばいよ。画面でも輝いてる、嬉しい。メイキメイキャオリボミーだって見まくるアイドル、君と思い合
あゆみのショールーム見てるときいつもサングラスつけてる。サングラス、サングラスだ。サングラスね。ニアジョイ、すいません、レッチュイじゃないんだけど、ニアジョイ。ニュータイプはね、お家にはね今ないけどね、あるんですよ、あるんだけど、お家にはまだ持って帰ってきてない。ニアジョイ、レッチョイだよね、もう一つ最新版がね。レッチョイ、レッチョイ、あゆみ今何人視聴しているのか分かるのですか？分からないよ。何人今見てくれてるんだろう。ハワイにそう、思い出させないで、ハワイを、ハワイ思い出しちゃったもう懐かしいね、ハワイは。レジオのやつかわいいよね、あゆみが前日にストーリー載せてたの見た？最安、ありがとうくまちゃん、ありがとう、ピシュッ、ありがとうくまぴょん。見た目はパリピっぽい、見た目はね、けど喋るとさね、全然こうね、めちゃめちゃコミュ障だから、ちょっと残念って感じの難しいよね、なんかこう喋るの言葉難しいね、言葉って難しい、日本語って難しい。サングラス普段使いもいいよ。サングラス、ウィー、写真待ってるけ、待ってるけよ、けよけよ。面白くて好きだよ、優しい、好き、君が好き、偶然出会えた二人、でもね、でもね、必然だなんて、赤い糸、後悔させないから、それもそうカバーしてくださってたね、シャッフル、シャッフルユニット。だって来るアイドル、君と同じやりたい、もっと夢にアンドル。あき、ありがとう、くまちゃん、ピュッ、ありがとう。後悔させないから、確かにミルテンさんが歌ってた、裏で見てたモニターを。ほんとね、どのユニットもかっこよすぎた。
今来てこのじゃん、ありがとう、ありがとう、楽しかった、こちらこそありがとう。レクイエム衣装めっちゃ似合ってた、レクイエム衣装本当嬉しい、あの瞬間を叫び、レクイエム、トゥルトゥルルルルルトゥ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 トゥルトゥ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 ト途中でここをねこうしてジャッてなるんだけど、そうなんかハートらしいって言ってたの、ハートハート、あこういうハートってことかな、これかな、ハートマーク、いやみね歌ねちょっと本当にいろいろね反省とかもあるよ、歌はもっともっとね歌頑張んなきゃな、歌大好き、ダンスも大好き、アイドル最高、ハート噛んでるみたいな、あなるほどね、シンデレラがもっと好きになったフェスでした、いっぱい聴きます、初恋シンデレラいい曲よ、いっぱい聴いてね、聴けば聴くほどいい曲よ、ウィーケンドシトロンとかめちゃめちゃ難しかった歌、明日まで我慢だね、溶けていなくなんないで、寝ないフィルターいらないくらい、あみ声量ないからさ、可愛い人に冷たい目がほんまに好き、いいよね、なんかさあみ目がさもともとねあんまりなんか上にこう開かなくて、なんかもうねいつも死んだ目なんて言うんだよね、まあそこがいいって言ってくれるみんな、愛してる、いなくなんないで、いなくなんないで、好きな目嬉しい、好きな目って嬉しいな、結構さクリクリなお目々もさ好きな方も多いからさ、日本は愛された、愛した、愛されたい、すべてがタイプすぎる、嬉しい、すべて全部、ツアー行きたい、そツアーが始まるよ、好きな人だったらすべてタイプになるよね、それなみんなそうだよね、昨日も出たいね、昨日ほんと早いよね、始まったら終わる、来週お話し会、そうだよね、5と6対面やばすぎ、完璧、ありがとうね、嬉しい、対面も楽しみ、楽しみ多すぎるね、これからいっぱいだよ、ワク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 、嬉しいよ、昨日なの信じられないほど濃かった、ほんとね一日で昼夜公演終わったと思えないぐらい濃かったよね、
楽しみ。対面実際さ直接会って話せるとまた違うし楽しみ。そうそう、ツアーのグッズも出るのかな。確かに楽しみ。それも待って、楽しみしか言ってない。レースください、レースください。ここでずっと言ってる人いる。ちなみにこの俺が両日券取ってるという事実やばすぎる。2日間も来てくれるな。昨日初めてイコの伊集院のライブ行ったけど完全にハマった。嬉しい。どこでヒットしたんだろう。ここでレースください。実際にライブ来てください。そこでレースあげます。なんか上から目線なのやだね。ライブ来てね。よいしょじゃなく本当にこの順行くと歌声一番好きだってなるけん嬉しい。歌声なんかもっと歌頑張るわ。いろいろね反省もあるの。それを活かせるようにね、ツアーではもっともっと頑張ります。真面目コメントすぎる。歌大好き本当に。ボイトレ行った方がいいね。ボイトレ頑張るわ。頑張ろう。カメコ取れるのがツアー。確かにね、ツアーもカメコ。カメコさんね、ほんとイコノイジュとかもうるちょろするからさ、撮るの大変だよね。写真こうピント合わせるのもさめちゃめちゃむずそう。うろちょろまあこう結構移動があるからさ。走ってるから、そう走ってるから。あみちゃんも移動大変そうだったね。もうね結構ね頑張って走ったよ。ランニング走って走って移動してちょく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 、ホンステから C ステ行って B ステ行ってサブステの下手に行ってとか。見てて可愛いってなってさ、本当確かに遠くから見てさ走ってるの見るとなんか可愛いね。走ってるの可愛い。アイドって走り移動、そうだよ。あの昼公演で笑ってフラジールビーステから登場したんだけど、バックステージ、本ステとかのさ、とかセンターステージの下のさ、花道の下のねをもう走ってこう行ってるんだよ。バックステージまでもこうしゃがみながら走って走ってって言ってね。そうでもそこで途中でねしゃがみ走りをやめちゃうときついから、もう一気に行っちゃった方がいいんだけど、やっぱり途中でねはぁ、あ、はぁ、あ、ってなりながらしゃがんで走る。でちょっとねヒールの靴だったからそれで走ってね、そうバックステージに向かったよ。ダッシュ。頭もそう打ちそうになる。なんか何回か打ったことあるかな。ほんとあれは気をつけないといけない。おおでもねそれも含めてフェスでもほんと楽しいよ全部ね。やっぱそうやってねこう自分の体力のねこう自分の体力のなんだろうこう限界じゃないけど、あもっと体力つけた方がいいなっていうのも分かるのもフェスだし、
アイドルはやっぱ体力勝負だよね結構。新書そうめっちゃ可愛かったメイドさんのやつ、なんかレトロなアメリカのレストランのなんか店員さんみたいなめっちゃ可愛かった。その衣装のねオフショもあげたい、みんな気長に待っててください、あげるので。インスタにもあげたい、ツイッターにもあげたい。気長に待ってて、本当にフォロー外さないでね。そうそう、モーメントね、モーメント頑張る。そう、フリフリ衣装、そう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 、じゃあそろそろこの辺でランキング読もうかな。ありがとうございました。一生フォロー外さないでね。じゃあランキングを読ませていただきます。13位、あつこ。12位、りょう。11位、チームマン。10位、リグルス。9位、オカシュー。8位、サイヤス。7位、山中龍太郎。6位、クマプー。5位、ウンボ。4位、マイちゃん。3位、ヤス。2位、パン。1位はトゥルルちゃん、あゆみの奇跡奇跡。ありがとう。フルネーム懐かしい、確かに。奇跡、あゆみの奇跡。昔はね違う方の奇跡だっただよね。本当にありがとうございましたね。結構たくさんできたかも、ショールーム。そう、またできたらショールームするからね。ショールームのフォローよろしくね。グラさん小顔効果ある。そう、これがね大きめだからいいね。ちょっとは顔小さく見えるかな。もしこれがあなた、もしこれが恋ならばあなたしか無理なんだよ2024夏感。いやもうね、最高の夏の締めくくりをみんなありがとう。ありがとうね、本当にこの20最高でした。またねショールームワンチャンね今日またできるかもしれないので、その時はねまたします。来れるよって方は遊び来てね。そう、最近ずっとねできてなかったのでね、こうやってできて嬉しいです。ショールーム、わかんない、できないかもしれないしできるかもしれない。もうこんな感じでね、ギリルとかになっちゃうかもだけど、よろしくね。じゃん、いいんですか、逆に2部やっちゃって。本当にみんなありがとう。
体休めないよ。そう、休ませないとね、体もね。でもだいぶね、休めたって休めたんだよね。ゆっくり休むよ。まあ、できたらラッキーって感じで。じゃん、バイバイよ。たくさんギフトありがとう。バイバイよね。一旦バイバイよ。ピュー、ありがとうね。今日はいろいろね、この勢いのこといっぱい話せてよかった。ありがとう、みんな来てくれて。バイバイよ。ツイッターとインスタもフォローよろしくね。バイバイよ。ありがとう、ハッシュタワー。ありがとう、本当もう消そうとしてた。キーちゃんびっくりだね。びっくりした。ありがとう、ハッシュ。ありがとう、ありがとう。ガノイジェムありがとう。いきなり。コメントして、こちらもびっくり、びっくらぽん。ありがとう。コメントして本当ありがとうね。楽しかったね、このイジョイ。ありがとうです。ありがとうすぎる。これ2部、これは2部には入んないんじゃない、切ってないからね。配信中断ボタン押してないから。 1.5 部、確かに 1.5 部かも。コメントして。あいまね、いっぱい欲しいちゃった。なんだろう、欲しい。一部おまけではないけど、キッポコもね、キッポコなんかすごい反応するよね、なんかショールームしてると。かけられちゃった。かかった。放水銃。楽しかった。いかないじゃん。2024。ありがとうね、本当に来てくれて。本当ね、富士急ハイランドコニファーフォレストは本当にね、遠くからね来てくださった方とかね、本当ありがとうございます。近くから来てよって方もいるかもしれないけどね、感謝です本当に。
めちゃ星になってる。コメントめちゃ星になる。あいまいがいに星でそうでもなかったね。あ、なんとなく伝わったわね。この上位でもなんかいろんなねカバーさせていただいたりして、最高。興味ないので一途アピール来たよ。いやでもね本当にもう幸せでした、本当に。ヤンデレですねって言われてる。嬉しい、でもそうやって言ってくれて。マジジョテッペンブルースとかどうだった？マジジョテッペンに行くぜ。テテ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 テ。テテ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 テ。やっぱね最高だよねフェスは。本当もう夏のギリ夏。憎かった。憎かった、あんたが憎い。夏の最高の本当に締めくくりだった。もうねフェスたくさんね楽しすぎた。今年の夏も最高でした。ありがとうねハッシュ、本当にたくさんフェスとかライブねたくさんありがとう。最高の2024の夏をありがとう。タワーもありがとう。本当にありがとうね。秋も冬も、そう秋も冬もよろしくね。青白王子と配信してほしい、マジで。なんでおかしいでしょ。いや本当にね夏も楽しかったから絶対秋も、秋冬春か、秋も冬も春もね絶対楽しい、絶対楽しいよ。楽しもうね。本当にありがとうだわ、ありがとうございます、感謝。最高の夏ありがとう。あいまと過ごす AW、 そう AW、 AW 何だったっけ、待って、 AW ってさ、オータムウィンター、頑張ってアイスルありがとうね。オータムウィンター当てた、やったね。よろしくね、これからも本当ありがとう。もう幸せな夏ありがとう、最高でした。じゃあ配信切るね、バイバイ。プチ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 、ありがとう、みんなありがとうね、たくさん。